はい、今回ですね、このボールポイントレンチをね、買ってみました。はい、今回ですね、このボールポイントレンチ、この六角のやつですね、六角のレンチで9本組ってやつをね、買ってみました。でも9本セットなので 1.5、2mm、2.5、3、4、5、6、8、10 ですね。まあまあよく使えそうなところのやつが入ってたので、まあ今回あれば六角のやつは大丈夫かなと思って買ってみたんですけど、でちょうどセットになってて、こう2段になってるんですよね。あの結構これ場所取ったりするので、まあこういう風に重なってるとスペース取らずに持ち運びできてコンパクトでいいかなと思って、であとねじれに強い、折れに強いですね。で耐久性 200% で業界トップクラスの傾き角38度っていうね。で通常この六角レンチだけど、こうボールになってるので、こうちょっとね、こう斜めでも回るっていうね形になってます。こうむやみにこうホッチキス止めがされてるので、ちょっとなかなか開けづらいんですけど、はい、これホッチキス取ったので開けていきます、ね、結構ホッチキス打ってみましたね。はい、今こんな形でこう広がるんですよね。で取りやすいしコンパクトにまとまるしみたいなね形です。で全部これがね、先端がボール状になってるので、まあ、通常はこの六角のところをうまく使えばいいんですけど、まあ、どうしてもちょっと斜めでね、入りづらかったりするところ用にこういうボール状になってるので、少しこう斜めに使えるんですよね。のではい、まあ、通常だとまっすぐ使うものがこう斜めで、ね、使っても回るっていうことで、で回す時もね、こうちょっとやっぱこうこの状態だったら普通に回せばいいんですけど、ちょっとこの状態だとこう何て言うんですかね、少しこう回し方をちょっと工夫してあげると食いやすいっていうんですかね。まあ、これうまく使ってあげて、まあ六角舐めないようにねしてもらえばいいのかなと思います。はい、まあ道具ですのでね、ちょっとそれぞれ使い方とかコツがそれぞれあると思いますけど、はい、まあ、用途に応じてねうまく使い分けてもらえばと思います。一応これ9本セットでほとんどね種類入ってますのでね、はい、よかったらこれ使ってください。